撫でると服が立つかも。なでなで。神事さん、ブザモン天王。このお経も独特よな。うん。独特。鳥に飲まれてる。だけでもすごいね。この位置に腰掛けたら昔より下の世話にならないって言い伝えがあるって。で、この後ろにはゼニガメ堂。ゼニガメ堂は撮影禁止だったけん撮れんかったけど、亀の置物が置いてあって、石臼を回してお参りする感じ。融通さんやって、私たちが日頃融通がつくとか融通が効いたとか申しますのは、この融通さんを呼びしているんやって。へえ、この如意殿の本尊様は東照尊と申しまして、願いのすべて心のまま叶うのお方で、真心にお願いすると思いのままに心のままにどんな融通事でも必ず叶えてくださるところから、如意融通尊と申すのですって。いいな、なんかパワースポットって感じがするわ。ずっとパパさんがこれ持っていくよ。銀と金の虎、かわいいわ。ハートみたいな。どの道を行こうか悩むけど、あっこっち行ってくるな。見て、こうやって見てもかなり広いやつ。こっちに道があるけ、うん、そういう楽しいですけ。じゃあもうなんかパワースポットですっていう感じの、もういい景色やな。服も来るし、財もいいってことか。うん、もう財宝やない。はい、はい、ありがとう。お財布に入れていただけますか。はい、このまま。お財布、うん、それお財布お清めする。あ、そうなの、ね、今お財布がかかるね。これで服が来る。さっき買うたお守り
カードケースしかないって言ったら小銭入れの方がいいって言って小銭入れ、これに小銭が入ったんやけど、これにゴミみたいな匂いのが入ってます。これで服が来るぞ。全体にこの灯籠めっちゃでかない。下からも開けるから一緒のところで。おー、なんか蘇我の一族と物の部の一族が政治の実権を握るための争っていた時代に、この地に一粒の茅の実から若い芽が出てきたんやって。ほんでこれが茅の木、今のこの神木になったんやって。この灯籠の数もごっつい。合わすことでした。